社会福祉協議会の西浦さんにお話を伺います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は素敵なお客様が来ていますが、はい、調布市社会福祉協議会のイメージキャラクターチョビットです。はい、よろしくお願いします。チョビットですか。はい、ちょっと変わった名前ですけど、どういう名前の由来があるんですか。はい、調布のチョとラビットのビットを合わせてチョビットという名前になりました。はい、みんながちょびっとずつ力を合わせて地域を支えようという思いも込められています。社会福祉協議会はいつまでも住み続けたいと思う街づくりを目指してという思いをもとに活動しています。こちらのちょびっと君がいる社会福祉協議会というのはどのようなことをしている団体なんでしょうか。はい、社会福祉協議会は民間の社会福祉法人です。社会福祉協議会を略称して社協という呼び方で親しまれています。地域の触れ合い、支え合い、つながりを深めるために、高齢の方や障害のある方の見守り事業、また高齢の方や子育て中のお母さんたちの仲間づくりの場を作ったり、子どもの学習支援などの児童福祉、ボランティアのコーディネートなど、他にもいろいろな事業を行っています。さまざまな分野に及んでるんですね。はい、いつまでも住み続けたいと思う街づくりを目指して地域の福祉や活動を推進するということを目的に活動しています。はい、社会福祉協議会は協議会とあるように協議協働する会であります。市民や地域の団体、企業など皆さんの参加によって成り立っている組織です。はい、うなずいてますね。今日はその社会福祉協議会からお知らせがあるとお聞きしたんですが。はい、社会福祉協議会では4月1日から平成28年度の社会福祉協議会の会員募集が始まります。社会福祉協議会会員というのは具体的にどのようなものなんでしょうか。はい、社会福祉協議会会員とは資金面から応援してくださる個人や企業団体のことです。調布の社会福祉協議会が行う地域の福祉活動のために年度ごとでの募集となり、個人の方ですと500円以上、法人の場合は1万円以上をご協力いただくと会員となります。社会福祉協議会の会員になるとは言っても、何かに参加しなければいけないといったことはありません。高齢の方の見守りや地域での活動に対して資金面から応援していただきたいと思っています。協力いただいた資金は具体的にどのようなことに使われているんでしょうか。はい、小さいお子さんから、高齢の方まで3世代で楽しめる地域のイベントや、みんなが集える憩いの場作り、その他一人暮らしの高齢者などに向けて乳酸菌飲料をお届けしながら見守り活動を行うなど、さまざまな事業に使われています。なるほど、それはぜひ大勢の方に会員になっていただきたいですね。はい、皆さんに会員となっていただいて、調布の地域福祉がますます活発になっていくよう、お互いが助け合える顔の見える地域づくりに会費を活用させていただきますので、ご協力をお願いいたします。それでは最後に市民の皆さんにメッセージお願いします。はい、多くの皆さんに社会福祉協議会を知っていただきたいので、気になることがありましたらお気軽に社会福祉協議会にお問い合わせください。また2ヶ月に1回皆さんのご自宅に配布される福祉の窓という広報誌もぜひご覧ください。福祉活動の情報のほか、こちらのイベントカレンダーには社会福祉協議会のイメージキャラクター、こちらのチョビットの登場する日も掲載されていますので、チェックしてみてくださいね。はい、社会福祉協議会の西浦さんにお話を伺いました。今日はチョビットもありがとう。